あ、中村俊輔交代です。25番中村俊輔に代わって15番の伊藤が入ります。そしてもう一人山下に代わって30番の山根が入ります。日本サッカー史に偉大な足跡を残してきました中村俊輔、その現役最終ページに今ピリオドが打たれようとしています。両チームの選手からねぎらいのハグがあって、そして今歴史の1ページラインをまたぎました中村選手権、笑顔で爽やかにピッチを去ります。まあ、素晴らしかったですね。今日もあの存在感抜群でしたし、まあ、彼 の, あの前半のところのタックルする姿、自分のこう力を目いっぱい出してやろうと、かつプレーを楽しもうと、そういったところも印象付けさせてくれましたね。場内からは熊本サポーター、横浜 FC サポーター、どちらからも大きな拍手が飛びました。